天と地の戦いと呼ばれたあの日から3年。途方もない数の命が奪われ、生き残った人々も、癒えぬ傷跡に苦しまれていることでしょう。喪失の最中にある世界が危惧する通り、エルディア国は、イェーガー派が取り仕切る軍を結成し、日に日に力をつけています。海の向こう側で生き残った人類の報復を恐れて、島は一丸となり声を上げます。勝てば生きる。負ければ死ぬ。戦わなければ勝てない。戦え。戦え。